でやっていきましょう。ここはこう。ここはこう。ここ。これでバッチリ。うん、これバッチリ。なるほど。ルルーはちゃん。ルルーはちゃん。ベルスさんについて何か分かったかい？何か分かったかい？はい。はい。大体。確かにかなり危ない場所みたいですね。かなり危ない場所みたいですね。魔物は強いし、溶岩も流れてるし。溶岩も流れてるし。でも、ここで諦めるわけにはいきません。いきません。ビントストーネからの質問の答えを見つけるために、メルさんの思い出の道具、ジュルアさんのメルさんかの思い出の道具作ってみせるんですから、うん、その息その息、その息、私たちはいくらでも力を貸すから、そうさ、そうさ、君の成長を見上げ、見上げ頑張るよ、師匠、師匠。シクさん、ありがとうございます。よし、よし、それじゃあ出発しましょうか。メルさんのレシピを探しに、いざベルセイ。ということで、まだまだ行きますね。よし、出かけよう。なあ、ルルアちゃん。なあ、ルルアちゃん。マグマンドリアンって知ってるか？マグマンドリアンって知ってるか？マグマンドリアン。マグマンドリアン？いえ、聞いたことないですね。そっか。そっか。火山地帯で取れる珍しい果物なんだけどな。まずくっせーんだ。まずくっせーんだ。匂いは硫黄そのもの。とにかくくっせー。匂いはその硫黄そのまま。とにかくくっせー。それに熱い。常に熱を放ってやがって。常に熱を放ってやがって。加工には苦労する。でもその分。でもその分。とにかくめちゃくちゃ甘くてうめえんだ。甘くてうめえんだ。甘くてうめえ。甘くてうめえ。食べてみたい。だろう。だろう。まあ、もし火山の方に行くことがあれば探してみるんだな。はい。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。さて。どこに行こうかな。ドロナのね、あれ作ってないんで、まだ。すいません。すげえ増えたな。さあ、どこに向かうんだい。さて、さて、さて、しかりっか。まず、さて、さて、さて、行き先はっと。いいえ。で、で、くーる、くーる。ねえ、お母さん。どうしたの、ルルアちゃん。お母さんの生きてる意味って何かな。何？どういうこと？それどういうこと？反抗期。お母さん失格。お母さん失格ってことなの？ねえ、ルルアちゃん。ルルアちゃん、言い方タイミングが悪いよ。
違うのよ、お母さん。えっとね。ああ。そういうことか。よかった。よかった。できるルラちゃんに嫌われちゃったのかと。ごめんね、お母さん。変なこと言っちゃって。いいの。それで、私の生きる意味だよね。はい。ルルアちゃん、ビントストーネに質問されてから、ビントストーネに質問されてからずっと気になってるみたいで。あるけど、ねえルルアちゃん、この道具作ってみない？これってレシピ？何？賢者のパイ？そう。ルルアちゃん、私がアトリエを守るために依頼を受けたのは知ってるよね。もちろん。アーランドのアトリエを守るために頑張ったんだよね。この道具はね、その最後の課題で作ったものなんだ。ある意味で、これは私の生きる意味のきっかけの道具ってね。だねか。ロランさんのきっかけの道具？そうか。それなら私、この道具を作ってみたい。今のルルアちゃんなら大丈夫。ちょっと難しいから、もしれないけど、考えてみてね。ありがとう、お母さん。私、頑張るからね。お母さん。よーし、エーファ。アトリエでレシピについて考えてみよう。つか普通のパイも作るやろ。ちょっと待って、ルラちゃん。お邪魔しました。普通のパイも作ってねえのに、なんだよこれ。作れてねえのに。え、動くんかよ。ダメだ。お母さんがもらったレシピ難しすぎるよ。そうなの？そんなに難しいの？パイっていうから簡単かと思ったんだけど、これ材料に賢者の石が使われてるんだ。それ聞いたことある。確かすごい錬金術の道具なんだっけ？錬金術の最高峰の一つだよ。そんなもの作れるわけ。諦めてしまうか。諦めしたのかい？ステルクさん。だって。ロロナ君がその道具を作ったのは、君とさほど年が離れていない頃の話だ。年が離れてない。さほど開いてない時だった。さほど年が見習いの錬金術師だった。しかし努力によりめきめきとその腕を伸ばしていった。君は彼女の娘なのだろう。ならば諦めなければきっと。諦めるよきっと。君も彼女のような立派な錬金術師になれる。
彼女も立派な錬金術師になれる。そうは思わないかい？ステリックさん。あ、そっか、そうですよね。そうですよね。諦めちゃ何も始まらない。諦めちゃ何も始まらない。私はお母さんの。私はお母さんの。ロロライナ・ロロライナ・フリクセルの娘だもん。よーし。よーし。そうとなったら、賢者の石の作り方を考えてみよう。作り方を考えてみよう。なんとかなる。なるなる。おお。すっかりやる気になっちゃった。さすがですね、ステリクさん。伊達に長く生きていないから。長く生きていないからな。それに若者は後ろ向く、向くのは前を向いていた方がいい。特に彼女たちのような錬金術師はな。そうですね。ファイトだよ。ファイトだよ。ルーラちゃん。よし。なんとなくまとまった。あとはもっと具体的に考えていけば。お疲れ様。お疲れ様、ルーラちゃん。どう？なんとかなりそう？うん。もちろん。言ったでしょ？なんとかなるなるって。よし、賢者の石まではもうちょっと、いろんなものを試してみなくちゃね。おお、あ見てた、面白い。何が出るかな。そうだったんだ。そうだったんだって。新しい文章。見てた。いいね。さーて、どこに行こうかな。行き先はっと。だって、こいつ。さあ、やっぱりか。さーて、どこに行こうかな。あらんの。おや。どれ？なんかねえの。よし、出かけよう。出かけか。さあ、どこに向かうんだい？これは完璧ここやろ。ここに向かえって。これが海だったらどんなにいいか。これが海だったらどんなにいいか。うわっ、なんか変なやつ来た。行きなさい。結構引くよ。やっとかなかね。来
あーこれあれ好きないわ多分。これは逃げよ。見っけ。これは調合に使えそう。何の材料になるか調べないと。植物は錬金術の基本。おろそかにしたらバッチが当たるよ。どんより曇ってきたみたい。でもまだまだ頑張るよ。一味加える調味料。カレーの隠し味に使ってみようかな。みっけ。とりあえず行こうか。よいしょ。薬の材料だね。苦くない薬もあるのかな。目的地はどこだ。ま、どこでも同じだがな。あ？おやつを持ってきてあるの。みんなで一緒に食べようよ。あ、こっちか、なんや。どこへ行くのか。油断だけはしないようにな。おじいか。何気ないところにこそ可憐な花は咲いているものさ。おや、あれは宝箱。宝箱？まさか
まさか、あの中にメルルさんのレシピが。ルルアちゃん、ストップ。ルルアちゃん、ストップ。ただでは渡したくないってわけだ。じゃあお見せするとしようか、みんな。私たちの戦いっぷりをね、後悔するんじゃないわよ。さてさて、バグをまずかけての、いきなり交代しなかった。僕が出る。まあでも交代しとくか。交代しとくか。ここは俺が向きをね、やっと狩りの時間だよ。ルルアキック、ルルアキックで、ルルアキックのさ、あれが割と普通に、ね、あれ倒しときました、あのでかいやつね、途中にいたやつね。ルルアキック、ルルアキック、これがない、あるかないかで、ね、本当に後ろのサポートがないかあるかで全然違うね。サポートがあるかないかにマジで違うから。切り裂く。あ、2回かよ。しかもなんか強いし。うわ、全然違うやろ。なんとかなったか。なんとかなったか。さて。ええ。新手が来る前に宝箱。宝箱。開けちゃいましょう。はい。はい。ごっくり。ギミックやろ、多分これも。これがメルルさんの思い出の道具。そう。ブラクタル氷爆弾。プラフター氷爆弾。あれ、メルルさん。あ、メルルさん。どうして。ごめんね。ごめんね。やっぱり心配になって追ってきちゃった。それはね。みんなの思いがこもったレシピなんだ。みんなの思い。そう。元々は私のおばさんが作ったものでね。それを私たちが完了したんだ。未来の錬金術師さんへ。そう、おばさまが託していただいたレシピ。今度は私がルルアちゃんに託すよ。だから思いっきり役に立っちゃってね。はい、頑張って作ってみます。ありがとうございます。メルルさん。いいの。それじゃあ、私は先に帰ってるから。
私は先に帰ってくから、ルルアちゃんの実力ルルアちゃんの見せてもらうからね。実力後でバッチリ見せてもらうからね。一人で帰れる。わかりました。わかりました。みんなの思いがこもったレシピか。大変なものを託されてしまった、ね、大変なものを託されてしまったね。ですね。ですね。でも託されたからにはしっかりやり遂げないとね。託されたからにはしっかりやり遂げないとね。さあアトリエに帰りましょう。アトリエに帰りましょう。フラクタル氷爆弾頑張って調合しないと。思いを託すか。これも人の力の源なのかな。人の力の源なのかな。イークスさん何やってるんですか。何やってるんですか。置いていきますよ。ごめんごめん。ごめんごめん。今行くよ。今行くよ。これだから。これだから。人は面白い。人は面白い。まあ怪物やからな。目的地はどこだ。まあどこでも同じだから。こんな感じですね。42しかまだねやってないんですけど、そうだったんだ。そうだったんだ。プラスト爆弾ね。これ全部あれじゃん。じゃあこれに日本に削るか。どれを作ろっか。クラスト爆弾ってどれ。よいしょっと。何を作ろうかな。どれ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 。どこにある。これっすかね。どれがいいかな。あ、これ。何を。さて、どこに行こうかな。とりあえずね。行き先はっと。行き先はっと。パメラさん、こんにちは。パメラさん、こんにちは。はあ。すごいでしょ。これだけのこれだけのお客さんが来てくれるようったの。これもルルアのおかげだわわ。はい、はい、正直驚きました。驚きました。まさかこんな。はい、これえ、これはこれも前に戦ってもらって家賃よ。やってみる。色もつけてあるわ。あの時からルルアには助けてもらってばかりだから、助けてもらってばかりだから、ぜひ受け取ってちょうだい。カメラさん、はい、はい、ありがたくいただきますね。気づいたかしら。町のみんなのいらないものを引き取ったおかげで品揃えがすっごくなったの。確かにいろんなものが増えてますね。でしょ。
ね、せっかくだから説明してあげるわね。これはおさぼさ頭の科学者が作ったっていう道具で、こっちはすっごい威力のブーメランなの。パメラさん、パメラさん、そのお札は？そのお札は？このお札、気が遠くなる。パメラさん、話して、お札を話して。危ない危ない。早く成仏するところだったわ。成仏ってそんな幽霊じゃないんだから。幽霊じゃないんだから。まあ、いろんな道具があるってことですね。そうなの。きっとルルーという役に立つ道具があるはずだわ。役に立つ道具あるはずだわ。ルルーちゃんにも役に立つ道具あるだから。これからも私のお店、寄っていってね。寄ろうと思ったら、ちょっと、久しぶりに行くのか。これ何？これ成仏。すげえ。あら、もちも。行き先はっと。持ち物がいっぱいで、ね、何を作ろうかな。ビビッとくるわ。作るかな。うまくいってるね。うん、いい感じ。うまくいってるね。こんな感じで大丈夫。ビビッとくるのはこれでいいかな。ビビッとくるのはこれでいいかな。ビビッとくるのはこれでこれでいいかな。ここがポイント。ああ、無理だな。こんな感じで大丈夫。これでいいかな。いけるいける。さあ、特性はどれにしよう。これで、はい、おしまい。調合、うまくなったかも。何を作ろうかな。おお。何でさ。何を作ろうかな。これ作ろうぜ。これ。どれがいいかな。これでこんな感じで大丈夫。これで平気。ぐるぐる混ぜてできた。これはい、おしまい。何を作ろうかな。どれを作ろうか。ビビッとくるのはこれでいいかな。ビビッとくるのはこんな感じで大丈夫。ビビッとくるのはビビッとくるのはこれでいいかな。これで平気。ここがポイント。こんな感じで。どれがいいかな。
ビビッとくるのよ。どこに向かうんだい？なんかいっぱい開いたんですよ。開いて遠いな。ルルアちゃん、ここ狭いから。爆弾を使うなら気をつけてね。よいしょ。えい。よっこいしょ。調合に一味加える材料だね。はてさてどう使おうか。まあとりあえず見ようかこれ。ある。無理、無理です。さあ、どこに向かうんだい？ここがこうして。はーい。どなたですか？どなたですか？邪魔をす。邪魔をす。どうした？魔物か？魔物か？あ、なんだ？なんだ？ステリクさんか？びっくりした。ごめんなさい。ごめんなさい。その、いきなりだったからですよ。うん。別にステリクさんが怖い顔だとか、そんなことはないんですよ。そんなことはないんですよ。はい。いや、カモン。もう慣れた。もう慣れた。慣れた？慣れた？ああ。その、昔からよく言われるんだ。昔からよく言われるんだ。お前の顔は仏頂面で怖い。仏頂面で怖い。どうだ？ああ。ロロナ君にもトトリ君にも。トトリ君にも。今までの人生で何度言われたか。何度言われたかわからん。だから。だから。別に気にすることはない。気にすることはない。
先ほども言ったが、言ってがもう慣れたか、もう慣れたな。ステルクさん、ステルクさん、ステルクさんが慣れても、こっちは全然慣れないんですけど、全然慣れないんですけど。思った以上の直球が来たな、直球が来たな、なんというか、なんというか、すまん、すまん、いいえいえ、いいえいいえ、謝らないでください、謝らないでください、ただ、慣れてないだけなんですから、なら、慣れればいいんです、慣れればいいんです、というわけで、ステルクさん、ステルクさん、これからも遊びに来てください、一緒にお話すれば、一緒に、一緒にお話しすればきっと怖さにも慣れ、怖にも慣れると、ふう、一理あるな、一理あるな、では、ではそうするとしよう、そうするとしよう、はい、ぜひぜひ、それで今日はどんなご用事だったんですか、今日はどんなご用事だったんですか、ああ、大したことではない、大したことではない、君に聞きたいことがあったことがあったのだが、うん、うん、今日はそんな気分ではなくなった、そんな気分ではなくなった、日を改めるとしよう、日を改めるとしよう、あれ、あれ、行っちゃった、行っちゃった、気になる、今度こっちから聞きに行ってみようかな、ようかな、ステルクさんには悪いけ ど、やっぱり急にアトリエに来られると怖い、アトリエに来られると怖い、う、うん、さて、さて、続き続きっと、こうして、こうして、こうなって、さて、どこに行こうかな、なんか、何、あ、ダウキングじゃん、これでいいかな、あ、ダウジングやったんか、イエルチェさん、イエルチェさん、これは、これを、ルルワちゃん、ルルちゃん、これ何、これ、おまじないの道具です、おまじない、実際にはそんなに効果ないんですけど、効果ないんですけど、私、私、生まれた時から両親がいなくて、両親がいなくて、今でこそお母さんがいてくれるんですけ ど、私の周りには似たような子が多かったから分かるんです、似たような子が多かったから分かるんです、家族と離れて暮らすのがどれだけ寂しい か、家族と離れてさ暮らすのがどれだけ寂しいか、だからこそ私、だからこそ私、イエルチェさんの力になりたいって思って、力になりたいって思って、でも、でも私には大したことができないか ら、せめてせめておまじないでもって、この道具には、この道具には、イエルチェさんが絶対にお兄さんと再会できますようにって思いを込めました、 お兄さんに再会できるようにって込みました、イエルチェさん、この道具、イエルチェさん、この道具受け取ってもらえますか、もちろんだよ、もちろんだよ、ルルワちゃんの思い、しっかり受け取った、しっかり受け取った、こりゃ何としてもお兄ちゃんを見つけ出さないといけないね、ルルワちゃん、ルルワちゃん、うん、ありがとう、ありがとう、はい、はい、いいね、この感じがいい、どこに行こうかな、よし、出かけよう、目的地はどこだ、待って、ま、ど、よし、出かけよう、よし、出かけよう、しゃあ、張り切っていくぜ、ね、心の羅針盤の赴くままに、
D。 うわ、変なやつ多くね。2個いっていいのか。変な多いやつ多くね。レベル上げやんかんだ、ほんとに。レベル上げたの足らんかったわ。どこに行こうかな。目的地はどこだ？ま、さーて、どこに行こうかな。はっ、ルルアちゃん。ルルアちゃん。ねえ、ルルアちゃんってさ、ルルアちゃんってさ、いろんな場所を行ってるよね。いろんな場所を行ってるよね。はい、そうですね。はい、そうですね。どうかしましたか？どうかしましたか？うん、実は私探してる冒険者がいてさ、だいぶ昔に有名になった人なんだけど、全身に鎧を着て凄まじい力で敵を倒す戦場の覇者、盗賊団とか魔物とかを倒しまくった大英雄。黒い鎧がトレードマークでついたあだ名が黒金のベノン。黒金のベノン？そう。いろんな逸話が残ってるんだけど、ある時境にぱったりと活動がやんだらしくて、命を落としたんじゃないかなっていう人もいるけど、私に至ったと、多分今も生きてるね。今も生きてるね。どうルルアちゃん？心当たりない？ごめんなさい。わからないです。そっか。仕方ないよね。まあ仕方ないよね。気にしないで。それじゃあね。黒金のベノン。それってベノン先生のこと？いや。でも全然イメージが違うし、でも黒い鎧を持ってたし、かといって直接聞くの も気になる。うん、よし出かけよ。気になるなら聞いちまえ。さて、俺も気になるわ。どこに行こうかな。気になりますせ。よし出かけよ。そんなこと言われたらこっち行くしかないよね。うん、なんだか昔を思い出すな。そんなことやれたらこっち行くしかないじゃないですか。行き先はっと、よし出かけよ。どれ、何だよ。切っていくぜ。心の羅針盤の赴くままに。とりあえずこっちを拠点にして帰ろうぜ、みんな。
遠いなやっぱり。こっち拠点にしてたね。どうしよう、何作ろう、何作ろうっていうか、この辺のさ作れねえじゃん。まださてと、誰シンバって何、さてどこどこへ行くのだ。油断だけはしないようにな。ここは行きたいんだけど、全然行けない、行けないんです。多分洞窟で爆弾を使うと耳がキーンってなるんだよね。せーの、宝石か。種類によって性質も違う。しっかり勉強しないとね。ちゃんとちゃんとちゃんとちょっと、避けれた。よかった。せーの、朝と言ったらカレーだね。よっこいしょ。せーの、せーの。あれ。中身はなんだ。今かんね、どうやって行くの？お昼か。お腹空いたよ。ご飯ご飯。行ったやろ。ガンガン行きゃいいんじゃねえ。全然わからんね。これは調合に使えそう。うわ、嘘、
強くね？待って。強い。もうダメ。ここは僕が。強い。てるこの強さ。しくじった。あ、60じゃん。そら強いに決まってるん。うわ、60やってよ。しゃあ、張り切っていくぜ。心の羅針盤の赴くままに。アホとしか思いやす。何を作ろうかな。なんか新しい道具作れるよね。あ、これ作りて。これどこに売ってた。行き先はっと。あ、売ってるよね、普通に。確か。さあ、出発。今日は何が見つかるかな。ここや。確かここか向こうに行ってる。まとったとこね。ここか向こうに行ってる。まさか親子2代にわたって護衛をすることになるとはな。確かにお世話になります。いらっしゃ。どちらを。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、これこれ作るんだ。ありがとう。ありがとうございます。またい。新しい発見だね。なるほど。なるほど。これか。違うな、これ違うし。さあ、どこに向かうんだい。よし、ここでいいな。ここでいいな。ああ、かまわん。ああ、かまわん。では、ルルア君。ルルア君。はい。はい。立ち合い、やらせていただきます。やらせていただきます。何？はい。はい。立ち合い、立ち合いやらせていただきます。ああ。ルルア。ルルア。合図を頼む。合図頼む。ええ。